杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ。皆さんこんばんは、小野賢章です。美と健康の両面からあなたの生活にビビビッと刺激を与えるラジオ番組、今回も始まりました。はい、ということで、11月15日ですね。もうすっかり寒いんじゃないですか。どうですか、11月15日をお行きの皆さん寒いですか。はい、まだ半袖ですね僕は。まあ上着はね、もちろん羽織るものは着てるんですけども、中が半袖ということで、まあそろそろカーディガンとか、まあちょっとセーターとか出てくる頃なのかななんて思いつつね、もうね服がねやばいことなってるんすよ。どうしよう。まあやっぱりこう毎年やっぱその年に出たものっていうのが可愛く見えるのでね、買うんですけども、その分こう処分するとか誰かにあげるみたいなことはあんまりないんで、やっぱ溜まっていく一方なんですよ。だからねもう本当にやばいですね今。どう処理するべきかっていうのも、そろそろやっぱ年末も近づいてきてますから、なんかそれ年内にやりたいなって思ってて。どうしてます皆さんまあそんな買わないか服。どれぐらい買うんすかね。どれぐらいそのなんか、まあちょっとやっぱこう表に出て見られる職業っていうのもあって、やっぱ買うんですよ服はね結構。まあイベントとかはそのやっぱ、まあほぼスタイリストさんにお任せしちゃってるんですけど、まあもともとあの服好きっていうのもあって、やっぱいっぱい買っちゃうんですよ。だ皆さんはそのなんかワンシーズンどれぐらいのあの服のそのローテーションでやってるのかっていうのやっぱ気になりますよね。そのなんか1週間別のものが着れたらもう大丈夫ってぐらいでやるのが多分理想だと思うんですよ。俺多分3ヶ月ぐらい同じ服着ないでいけるから頑張ればね。まあ3ヶ月は言い過ぎかな、まあ2ヶ月は絶対いける、1ヶ月はね絶対いけるですよ。でもね結局その買って今お気に入りっていうの やつばっかり着ちゃうじゃないですか。 T シャツもそうだし、あもうこれなんか今週2回ぐらい見てるなっていうやつとか多分あるんですよマネージャーさんからすればまあそんな話は置いといて先日、11月10日はですね、あの富山の方にて駒田蒸留所へようこそのイベントがありました。はい、お越しいただいた皆さん本当にありがとうございます。楽しんでいただけたんですかね。はい、まあ、僕はこれから富山に行くっていうタイミングではあるんですけど、はい、まあ約1年ぶりぐらいになるのかな、はい、イベントとしては。はい、でもなんかこうね、いろんな方にあの見ていただける機会なので、あのとても楽しみにしてますし、前回その富山行った時はあまりに時間がなさすぎて、あの富山ブラック食べられなかったんですよ。まあ富山といったら僕の中ではもう本当富山ブラックっていうようなところで、もう絶対あの真っ黒なねラーメンをね食べたいなと思ってるんですけど、今年はちょっと食べれそうなタイミングが作れそうなので、ちょっとまたね食べた後の感想は、はい、ラジオで話せたらなと思うんですけど、そんな話してたらお腹めっちゃ鳴りました。はい、ということで始めていきましょう。最後までお付き合いよろしくお願いします。杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ。この番組はもっと近くにずっと頼りに、杉薬局の提供でお送りします。杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ。改めまして小野賢章です。ということで、まずはちょっとした近況トークのお時間なんですけども、まあ最近っていうか、まあまあ最近じゃないか、まあずっとそうなんですけどもね、ゲームやっぱやるんすよやっぱやるんすよっておかしいかゲームをねやっぱやるんですけど、ちょっと最近やばくてね、またそのもう言ったかな、そのリーグオブレジェンドっていう、まあロルと呼ばれているやつを最近ね頑張ってやってるんですけど、
夜な夜なね仕事終わって家帰ってきて、まあご飯食べて、でちょっと会話して、じゃあチェックするわって言って、その仕事のねチェックをした後からそのゲームを始めるんですけど、そのやっぱゲーム楽しいじゃないですか。で新たに始めたゲームってやっぱやり込まないとそのいけないから、満足しないからって結構やるんですけど、最近その前までやってたゲームって、まあ割と役者の友達とかと一緒にやったりとかしてたんですけど、最近やってるそのロルっていうのは、花江くんがね、花ちゃん、花江夏樹くんが結構やってるっていうので、最近は花ちゃんとかとよくずっとやってるんですよ。もう毎日と言っていいぐらいで、 LINE でもうなんかね、 LINE が飛んできてね、賢秀さん今日は今日の夜はみたいな LINE がもう毎日のように飛んでくるんですけど、で僕でその LINE で今日はいけますみたいなのをねよくやってるんですけど、やっぱどうしてもその朗読劇とかがあるタイミングってなかなかやっぱゲームするタイミング時間なくて、もうしっかり寝なきゃいけないみたいなのもあって、体力的にも厳しいからっていうのでなかなかできてなかったんですけど、まあもうそこから解き放たれまして、またすごい勢いでやってるんですよ。そしたらね、もう寝つきが相当悪くてねちょっとした困ってることっていうので、本当に寝つきが悪くて、寝つきが悪いっていうか眠りが浅いっていうのが、まあ表現としては正しいのかなと思うんですけど、まあ大体そのまあやって、まあ2時ぐらい、2時とかまあ3時とか寝るじゃないですか。6時に目覚めるんですよ。やばくないですかこれ本当はって言っても、その寝不足に、過度な寝不足にならないようにっていうのは調節してちゃんと寝てるんですよね。寝る時間っていうのはやってるんですけど、だいたいやっぱ6時間から7時間は寝れるタイミングで寝て、次の日の仕事に臨むっていう感じでやってるんですけど、でね、本当に3時とかに寝て6時に起きちゃうんですよ。浅すぎて眠りがで、そっから寝れる日もあれば、その起きる時間までね寝れる日もあれば、寝れなくてそのまま起きちゃう日もあって、結構まずいなと思いまして、でこれはどうしようと思って、なんかね、漢方足つぼマッサージみたいな行ってみたんですよ。なんか台湾式かな、なんかたまたま目に入って、スタジオの近くにあって、そこ行ってみたんですよ。そしたらそのなんか漢方を使ったオイルでその足つぼマッサージしてくれて、まあそれが血行を良くしたりとか、その自律神経整えてくれて、ゆっくり休めるよみたいな書いてあったんでやってみたんですよ。その日の夜、あまりにも睡眠深すぎて、超絶爆音の目覚まし気づかなかったんですよ。そう、でもその日はなんか奥さんがと家を出る時間帯がたまたま一緒だったんで、大丈夫っつって、目覚まし全く気づいてなかったけどって起こしてくれたんですけど、から仕事大丈夫だったんですけど、ちょっとやばいですねだから睡眠無事って思ってます今だから最近その睡眠っていうか、なんかね難しくて、まあそれをもね奥さんに相談っていうか、なんかすぐ起きちゃうんだよねみたいな話したら、いやちゃんと食事とってお風呂も入って運動もしたらちゃんと寝れるよって怒られちゃいましたっていう話ですね。はい、ということで、メールの方紹介していきたいと思います。以前その
聞いたんですよね僕がね、その店員さんからおすすめされた時に断る方法なんかいいのないって送ったものに関して、ちょっとあのメールいただいておりますので紹介したいと思います。皆さんありがとうございます。カンパン大将さんからいただきました、ありがとうございます。ケンショウさん、ビビビビビビ、以前のビビビ内で話題になった店員さんからのおすすめを、断る方法ですが、ぐいぐい進めてくる系の店員さんだった場合は、すいませんちょっとあの友人から着信がといったように、友達から、電話が来た演技をしてそっと店の外に出てしまいます、僕自身も店員さんに大丈夫ですと断る勇気が出ずに、毎回この方法を使って店員さんから逃げてしまいますと。なるほどね。続きまして、ちゃんまるさんからいただきましてありがとうございます。ケンショウさん、ビビビビビビ、以前店員さんにお勧めされたものを断れないと話されていましたが、私も20代の頃はそうでした。今は年を重ねて40代、病気も経験しました人生100年時代と言いますが、人間いつ何が起こるか分かりません。そんなことを考えているうちに、今持ってるものを大切に使おうと思い、おすすめされた時は少し考えますとスルーしています。でもそのアイテムが自分の気分を上げてくれるものであれば迷わず買います。参考になればということで。ああなるほど、まあ年を重ねていけばそういうのも断れるようになるよと。はい、まあでも少し考えますっていいですよね。僕も割とごめんなさいちょっと考えますわって言って断ったりすることあるんですけど、でもこの看板大将さんからのあの友人のせいにするっていうのがいいかもしれないですね。あーごめんなさいちょっと着信あってって言ってそのまま逃げてしまうっていう、なんか逃げたなって思われるだろうけど別にいいしねはい、いいかもしれない。まあこれね、自分がいいと思ってたらいいんですけどね、そのおすすめされたものがあ可愛いじゃんってなったら、まあ、そのまま買ったりするんですけどね。いやこれちょっとなーと思ったタイミングっていうのが、でも意外となんかこれ着ないでしょって思ったものをおすすめされた時も着てみたら意外といいみたいなのがあったりするんでね。もうこれ流されてるかこれ断ってないかあっていうのあるんでね、まあ何とも言えませんが、まあまたね寒くなってきてちょっと可愛いね服とかいっぱいあるんでね、冬服の方がやっぱね可愛いんですよ。高いけどちょっと夏服に比べてもう可愛いのがあってね、おしゃれできるんでね。まあでもそれはもう自分のお財布と相談しつつやっていきましょうよということで、俺ね店員さんとかね割といけると思うんだよな。服の店員さんやったらなんか上手におすすめできそうだし、これはこの人似合ってないっていうのはちゃんとおすすめせずに、いやそれはちょっとやめた方がいいかもしれないですねっていうのは言える気がする。こっちの方が多分合ってると思いますよとかなんか言える人気の店員さんになれそうな気がするはい、ありがとうございます。さあもう一ついきたいと思います。調子の桃子さんからいただきましてありがとうございます。ケンショウさんこんばんは。こんばんは。青ペラのバッドリップによるブリンバンバンボーンの、フル MV が公開されましたね。ありがとうございます。いろいろすごすぎて公開直後から何十回も聞いています。楽器や打ち込みじゃないのと疑ってしまうレベルの技巧で、まさにこれおま全部生身で状態でした。そもそも本家楽曲がかなりの難易度のものだと思うんですが、この曲をやると決定した時や収録の時はどんな感じだったのでしょうか。よければお聞かせくださいと。いやこれね、もう聞いてくださった方も多いのかなと思いますけども、はい、青ペラのね、僕はバッドリップというグループの方に所属しておりまして、ブリンバンバンボーンというもともとね、クリーピーナッツさんのブリンバンバンボーンをアカペラでやってみるみたいなのがありまして、それが公開されております。これでも本当にマジですごい。うん。まあ、何がすごいってやっぱね、もうバッドリップはもう毎回そうなんですけど、竹内くんがねマジすごい。竹内くんのヒューマンビートボックスかな、まあ、本当すごくて、俺もこれをまあ全部生身でって思ってます俊介に対して。はい、ちなみにこれをまあ全部生身でって言ってるところは僕が歌っております。はい、そこもね
で結構こうあのなんだろうな、バッドリップのその J-POP カバーの時って結構いろいろこうあのキャラはありつつもそこを結構キャラ保たずに歌ったりとかしてて、それも楽しかったりするんでね、ぜひ聴いてもらえたらなと思います。ただ僕はねオーバードーズが一番好きかな、今までやってきたそのカバーの中だったら。お気に入りはオーバードーズだったりするんかな。あの曲調も好きだし、曲もね好きだし、あの2サビのね自分の歌ってるところのねあのコーラスとのあのリズムのハマり具合がねとっても好きで、結構僕も定期的に聴いてますよ。うん、なんか普通にテンション上がるで聴いたりしてます。はい。でもこのブリンバンボンボンやるときはね、あの花ちゃん、それこそさっきも出てましたけど、花ちゃんとかもあのゲームやってるタイミングとかでもうこれ撮ったとかいう話とかよくするんですけど、ブリンバンバンボンの時はね、これわかるこれって言って解読できないんだけど俺みたいな話とかで盛り上がりました。めっちゃむずい。うん、もういろんな音入ってたりとかするし、まあでもなんかね、そのなんか結構その単発あのでオンリーっていう言い方あってるのか分かんないですけど、単発で撮ってそれを打ち込みでパンパンパンって入れてたりするものももちろんあります。はい。これ間違ってたこと言ってたらあのあれなんで、俺が間違ったこと言ってる可能性もあるんで、聞き流してください皆さんでも基本的にはねアカペラでね、もうガチでアカペラでやってますんで、はい。だから皆さんも、まあ、いろんな MV だったりとか、それこそオリジナルのねバッドリップのオリジナル楽曲とかも YouTube 上がってますんで、皆さんいっぱい聞いて楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先はすべて小文字で sugi@joqr.net まで送ってください。それではここで一曲お届けしたいと思います。現在放送中のテレビアニメ嘆きの亡霊は引退したいのオープニングテーマです。レゼルさんで葛藤トゥモロー。東京浜松町の文化放送から青汁を飲みながらお届け中、杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ。続いてはこちらのコーナー、ビビビなスマイルストーリー。笑顔は健康の源ということで、リスナーの皆さんが最近笑ったことや幸せだったこと、嬉しかったことなどエピソードを募集するコーナーです。皆さん笑ってますか最近、ということで紹介していきましょう。ルリさんからいただきましてありがとうございます。この間、めいっ子の1歳の誕生日パーティーが行われて参加しました。はい。去年の10月初めに、実は賢章くんの誕生日と2日違いで生まれました。おーすごい、おめでとうございます。去年初めて面会した時はやっぱり軽くて小さかったのですが、たった1年で、とても大きく重くなり成長しました。保育園に行き始めて人見知りする盛りになり、泣かれないかとドキドキしたのですが、その日はとてもご機嫌で、私が抱っこしている間も、とても嬉しそうに笑っていました。そんな姪っ子の笑顔を見てとても幸せになりました。賢章くんは甥っ子姪っ子にお会いした時いつもどんな感じですか、ということで、まあ、うちは甥っ子しかいないんですけどまあ普通にもうなんかお兄ちゃんみたいな感じで、もうプロレスばっかりしてますね。はい、そうプロレスばっかりしてます。でも久しぶりに会った時はやっぱり、久しぶりにこの間会ったんですけど、もうゲームをねかなりやってるって、ちょっとやっぱ成長感じましたね。わー日々成長してるなって。なんかその前までは会ってもなんかそんなね、なんかゼルダとかやっててびっくりしました。あ、もうちゃんとそういう難しいか分かんないけど、大人でも楽しめるゲームをやれる年齢になったんだっていう風な、ちょっと感動はしましたね。まあでも本当に甥っ子めいっ子とかねに久しぶりに会うとやっぱ笑顔になりますよね。なんか元気もらえる、普通に。なんか頑張ろうっていうかこの子たちの笑顔のためにおじちゃん頑張るみたいなことはやっぱ思いますね。はい、ありがとうございます。続きまして、
リンさんからいただきました。ありがとうございます。ケンショウさん、こんばんは。こんばんは。私がというより私の家族が最近笑顔になったことは、昨日弟が髪を金髪にしたことです。めっちゃおもろいじゃん。何、弟はまだ中学2年生なのですが、受験をしてほとんど校則がないような学校に通っています。自由な学校に行ってるんだ、中学から。なので私としては染めたらいいのにとずっと思っていましたし、何度か言ったのですが微妙な反応をされ続けていました。しかしなぜか突然髪を染めると宣言し、乗り気になった母がすぐに美容院を予約し、ついに昨日金髪になって帰ってきました。その後ももちろん、両親と私で写真を撮りまくり大盛り上がりでしたと。うわーすごい、写真もめっちゃ金髪だ。楽しそう。いやっていうか、なんかすっごい楽しそうな家族、いいな。で中学生でしょ、中2でいい学校ってすごいなんか柔軟な学校ですよね。子供はまだ染めるなみたいな、なんかもうそんな、俺うちはそんなんで育ってきたんでね。だってなんかあのリアルにそのちょっとその髪の毛があの茶色な子っているじゃないですか、染めてないのに。それでもお髪染めるなみたいな怒られてるような時代だったりとか、中学校通ってたから、こんななんか中学生から金髪にしていいみたいな、しかももう親が乗り気っていうのがもう最高ですよね。なんかそんな家族いいな、楽しそう、羨ましいです。ただなんか中学2年生からそんなことをして大人になった時大丈夫ですか。大丈夫か、楽しくね。羨ましい、これは楽しそう。でもちょっと恥ずかしそうなのもまたいいですね。笑顔になっちゃうな。いいじゃないですか、ありがとうございます。幸せをねお裾分けしていただいて笑顔になったな。いやいいな、羨ましい。次じゃあどうしましょうかね。この金髪って結構無限大なんですよね、その後の色ね。紫とか緑とかいっちゃう。この後グレーとかしちゃったりとかして、はい。ということでそろそろお時間です。こんな感じであなたが最近笑顔になったエピソードをお待ちしております。以上ビビビナースマイルストーリーでした。さてここで杉薬局からのお知らせです。今日は杉薬局の新しい洗顔フォーム、エスセレクトビタミン C 酵素洗顔フォームをご紹介します。このビタミン C 酵素洗顔フォームは正規保湿成分のビタミン C と保湿型、浸透型、持続型の3種のビタミン C 誘導体を配合し、角質層まで浸透してお肌の潤いを守ります。洗浄成分の3種の酵素も配合され、濃密泡で毛穴汚れへアプローチ、古い角質や毛穴の奥の汚れをすっきり洗い落としてくれます。香りは爽やかな柑橘系でさっぱりとした洗い上がりになっています。お肌の外側からしっかりアプローチして、もちもちした健やかなお肌へと導いてくれるエスセレクトのビタミン C 酵素洗顔フォーム、ぜひお試しください。以上杉薬局からのお知らせでした。お送りしてきました杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はすべて小文字で sugi@joqr.net まで送ってください。放送100回記念の番組ステッカーもお便りが採用された方先着100名様にプレゼントしていますので、引き続きぜひお便り送ってみてください。また番組公式 X も稼働中です。アカウントは@bibibi_agqr、 推奨ハッシュタグはハッシュタグビビビです。番組内で紹介した商品や僕の写真もアップされますので、ぜひフォロー&チェックお願いいたします。さらにこの番組は文化放送 A&G 公式 YouTube チャンネルにてアーカイブ配信もあります。毎週土曜17時に更新予定ですので、ぜひチェックお願いいたします。ということで、はい、あっという間にエンディングですね。毎回思ってますけど、なんか多分こうゲスト会が続いてたからかな、自分の話あんましてなかったじゃないですか。
だからなんかすごいフリートークというか、なんか近況トークの時間で喋っちゃって、コーナーがね全然できないという状況に陥っております。はい、ということで時間のねコントロールやっぱしっかりしていかないとなって思いました。こういうラジオでもそうですしね、ゲームでもねそうですよ。24時間しかないから、時間がちゃんとコントロールして日々を健康に過ごしていきたいなと思います。それではお別れのお時間です。この時間のお相手は小野賢章でした。ビビビ杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ。この番組はもっと近くにずっと頼りに杉薬局の提供でお送りしました。